まずはね左手をバコってそして右手を畳たたんで最後に右足を畳むのこの順番なのわかる？もう一回やるよねまずは左手をバコらせて右手を畳んでそして右足を畳むのこの順番。 逆逆にややるると戻る場合はそののをやればいいの右足をまず立ててそして右手を出すタイミングこの時に体の反動を使ってこの体の反動を使って起き上がってそして左手でホールドするのだからさっきの逆をやればいいのもう一回いくよね 右足を立てて、ここで反動を効かせると同時に右手を出すの。こう、反動、この反動が大事だから、この体の反動を使って右手を出して、左手のバコリをこう立てるの。これね、できるから、もう一度やるよね。これを一緒にやると、まずは、左手をバコって、 そのまま右手をたたんで右足をたたむそして戻る時は右足を立ててその反動でこう来てそして左手を立てるもう一回行くよね左手をたたんで 右手をたたんで右足をたたむそして戻るときは右足を立ててそしてここからハンドをつけてこのハンドをつけてそして左手を立てるのこ慣れてくるとこ,このぐらいスムーズにいくからこのぐらい慣れてくるとこすぐにこういう風にどっちもできるようになるから慣れると簡単にできるからもう慣れるとこう 小小銭銭出出ししまますすよよちょっと小銭出しますよ私小銭いっぱい溜まってるから出したいの小銭小銭出しますよってできちゃう,こう小銭をすぐ出したいからもう出せますよってできちゃうわかる、まあ、こんな感じでやってもらえばいいからファイファイ